山和の綾氏は、東官を死の名とする氏族。山和の綾氏とも記述される。旗氏などと、並び有力なトライ系氏族である。紀、紀の王神天皇の城にトライしたと記されている、漢人系の味を身を始祖とするきっかけ、氏族集団である。山和の綾氏は、集団の総称とされ、門脇定時は、山和の綾氏はいくつもの小氏族で構成される、複合氏族。 最初から、同族、血縁関係にあったのではなく、相次いで捕来した人々が、共通の先祖伝承に結ばれて、次第にまとまっていったのだろう。先に捕来した人物が次の捕来人を引き立てる、場合もあったはずと考えている。日本初期、王神天皇20年9月の上に、大和の綾忠のそのあちおその子の徳かおは、己の盗塁17県の人々を引いて帰会した。 と伝える。また、俗日本記、延暦4年6月上によれば、あちをは七世と共に捕来した。また、古事記、王神天皇の件に、旗作りの祖、官直の祖、が捕来してきたとある。漢氏は、山和の綾氏と、西漢氏、河内漢氏、河内の綾氏の両系に分かれる。西漢氏は、王人氏の光栄を称し、山和の綾氏とは同族であるが、氏は異なる。 その後にト来した本来漢人も加えられる。ア尾オの末裔の漢氏は、飛鳥に近い日の熊を拠点とした。大和に居住する漢氏は、大和の綾氏となり、河内に本拠を持っていた漢氏は、西漢氏となった。織物工芸に長けていたため、漁師とも漢と書いて、綾と読ませている。大和の綾氏の漢は、五漢帝国に由来し、霊帝の末裔を称している。 俗日本記、延暦4年6月上は、大和の彩氏の由来に関して、新牛の導きで、中国間末の戦乱から逃れ、大砲軍へ移住したこと、士族の多くが技能に優れていたこと、西欧が日本にいると聞いて捕えしてきたことを、記している。系譜などから判断すれば、大和の彩氏は、漢王朝との関係を創作したものと思われる。 大和の彩子と直接の関係はないがくだらから、五教博士、神高ゲ茂という人が派遣されており、それ以前に派遣されていた、博士、大ウ寺と解体とくだらは申し出ている。大和の綾氏は、先来の果たしと、同じく感度由来の製鉄技術をもたらしたと、考えられている。また、機器などの記録から、土木建築技術や織物の技術者がいたことを、伺い知れる。 大和の綾氏の一族に、安ずまふがあり、7世紀から8世紀頃には、内蔵省、大倉省などの官任を出している。また、大和の綾氏は、軍事力にも秀で、蘇我氏の門営や、宮廷の警護などを担当している。非前国風土器によれば、602年の白木、政党計画の際には、兵器の製作を担当した。諸春天皇暗殺の際にも、 大和の綾氏の投函ごまが暗殺の実行役となっており、蘇我氏の与党であったが、人心の乱の際には、蘇我氏と田元を分かって生き残り、奈良時代以降も、武人を出し、平安時代初期には、江戸政党で活躍した坂上氏の、坂上狩玉た田村丸親子が登場する。あちおみの直系の子孫は、天武天皇より、忌みきの姓を賜り、他の氏族とは、 生で区別がなされることとなった。塚の代に、山和の綾正し生を賜った。山和の綾氏は、坂上氏、諸氏、民氏、池部氏、荒石氏などの次期性氏族に分かれた。発色の生では、意味規制に改められている。八世紀から九世紀には、坂上氏が台頭し、少年、大少年を賜った。山和の綾氏の宗家とも言える系統は、 坂上忠し聖書代、坂上忠氏らの兄で、東官直山記である。しかし、彦である東刊間が、蘇我馬子の差し図もあって、朱春天皇を暗殺し、その後天皇の日である、川上娘と不倫関係となったので、山和の氏の宗家は没落した。そのため、山和の氏の宗家は、次男の志らの系統である文家坂上氏にもたらされたという。 ただし、山戸のあやただしごまに関しては、不明な点も多く、山戸のあやただしごまは、坂上氏初代とされる志田の子で、坂上宿くね田村麻呂の直系の先祖にあたる坂上、ただし駒子に否定する説もあり、その説によると、坂上氏が、蘇我氏と田元を分かった理由は、蘇我馬子の命令を忠実に果たした。坂上駒子を、蘇我馬子が口封じに殺害したために、坂上氏が、 蘇賀氏に対して、恨みを含んだからだとしている。坂上氏は、山和の綾氏の宗家ではなく、山和の綾氏は、末帝の山和の綾なおやはきが継ぎ、東直角いにしえ、山戸の綾なおひさなんじ、山戸の綾忠富とみと続き、山和の綾忠だ福本は608年の小のの妹もの、建随氏の際に留学生として、同行、623年に帰国し、 東国に泊まる学者は皆学びて制御したので、帰国せしむるべきであり、大東国は方式備わり定まれる国であるゆえ、常に通行すべきであると朝廷に創造した。坂上市の他に、大和のやしから出た書士には、平田市、内蔵市、大倉市、丹波市、月市、文部市、谷市、佐田市、井上市などがある。ありがとうございます。